ネギ丼ですね、はい、牛丼ですね、はい、ひき肉で作るのでとても手軽にできます。はい、でもなんかしっかりしたお味が入ってそうですね、はい、とても経済的なんですけども味は本格的ですよ。ネギをたっぷり使ってます。いいですね。では作り方から教えていただきます。はい、牛のひき肉とネギなんですけど、ネギは1本、ま、牛から、はい、牛ですね、牛ひき肉 150g、はい、ちょっと多めです、ね、はい、はい、そして、はい、ネギです。ネギは1本使いますが、はい、薄く斜め切りにしておいてください。はい、1本分使います。はい、さあこれをもう調理していっちゃっていいんですね。はい、はい、これで準備ができました。はい、はい、フライパンで手軽に作りますが、はい、まずフライパンで軽く炒めていきますので、はい、熱したら油をなじませますね。サラダ油小さじ1です、はい、少量です。まあ、旨味にもなるんですけど、あんまり多くない方がさっぱりできますね。はい、でここに香り付けに生姜を少し入れます。2分の1かけ分皮を剥いて千切りにしてあります。はい、あんまりいっぱい入れない方が美味しいと思います。2分の1かけぐらいでちょうどいいですね。はいはい、程よくということですね。はい、そうですね。でここでひき肉を入れるんですけど、あんまり鍋が熱くなってると、細かくそぼろにしにくいので、鍋が熱くなっちゃったらちょっと冷まし気味にして、はい、入れるといいですね。なんか熱々のところにジュッと入れた方がいいのかと思いきや、はい、塊がほぐれる前に火が通ってしまって、はい、なかなかほぐれにくくなりますね。だからほぐれるのが間に合わないようだったら一旦火からちょっとこう下ろして、あ、ちょっとこうほぐすといいですよ。じゃあ火を通すってイメージよりもほぐすっていう、そうですね、また煮るのでここではほぐすことが目的ですし、まあ、ちょっと炒めると香りもついてね、美味しくなるので、はいはい、でこれで半分潰れたところでまたかけるというふうにしていただくと、はい、お肉ってだいたい強火で焼くことが多いですよね。だけど、まあ、そぼろの時にはそんなに熱くない方がいいと思いますよ。そうなんですね。はい、ほぐれにくいですもんね。うんうん、今日は、まあ、牛丼なので多少塊があっても美味しいので、うん、そんなに細かくなくてもいいんですけども、はい、例えばそぼろ丼みたいにするとき、これはそぼろ丼ですけど細かいものが欲しいときには、はい、くれぐれも熱くしすぎないようにしたいと思いますね。ここでほぐれてきたのでちょっと火を強めますね。でまだちょっと赤いですけれども、ほぐれたのでここでネギを加えましょう。はい、ここでネギ入れましょう。入れてください。はい、はい、もうあんまり長く煮ないので、さっき薄くって言いましたけど、こんなに薄くていいです。たっぷりでしょ。本当ですね。はい、これでちょっと混ぜるように軽くネギを炒めましょう。これからネギもね、どんどん美味しくなる。そうですね、ネギが柔らかくて美味しい時期ですよ ね。はい、そしてここに調味料を加えますね。はいはい、調味料は今日はね、だしも使わないんですよ。水、ね、で先に砂糖と、はい、それからみりん、それぞれ大さじ1です。それから醤油ですね。醤油が大さじ2です。はい、そして水を加えます。カップ4分の1です。はい、もう合わせておくと、かえってお砂糖が器の底に沈んだりして、あ、はい、味がね、薄くなっちゃうので、もう直に入れて混ぜていただければいいですね。そしてお出汁とかも入れなくていいんですね。はい、もうお肉から旨味が出るので、それとネギの香りで十分ですね。そうか、ひき肉の旨味とかで、うん、ネギの旨味とかで、はい、そうそうそう、それで十分美味しくできますよ。はい、はい、ここで、はい、ネギが煮えてお肉にも火が通り、そしてちょっと煮詰まるまで、まあ、2分くらい、はいはい、中火で、はい、汁気が少しなくなるまで煮詰めてください。はい、じゃあ見てますので、はい、ご飯の準備をお願いします。はい、ご飯は温かいご飯がいいですね。はい、温かいご飯を平らに盛ります。ご飯はあんまり多すぎちゃうと、丼なんかに入れちゃうとちょっと多いので、いつも食べられるくらいの量をね、よそいます。でもたくさん食べちゃいそう今お米も美味しい時期ですしね。はい、美味しい時期ですよね。はい、そして、はい、こちらの方はどうでしょう。もうちょっとですね、まだネギが青いですので、はい、ネギがちょっと火が通ってくたっとしてきますし、もう少し汁を煮詰めましょうね。はい、この汁が煮詰まってちょうどいい味になるところまで濃くしますが、うんうんうん、すっかり煮詰めてしまうとちょっとボソボソっとなるので、少し汁気を残して仕上げますね。このおつゆというか汁も美味しかったりしますもんね。そうですね、汁があった方がいいですよ ね。ご飯と合いますよね。なんか火を止めてね、ちょっと置いとくと肉が汁を吸って減るんですよ。なので少し多めに残す感じですね。はい、もうちょっとですね。あ、なんかいい香りしてきました。ね、お肉が、本当ですね、ネギが煮えた香りがしますね。いい香りします。はい、できましたね。はい、では盛り付けをしましょう。はい、
いや今ねこう受験生の方もいらっしゃるでしょうし、うん、はい、こうちょっとねお夜食とか塾に行く前とか、ね、ちょっと ね, ねあの食べさせたいと、はいはい、すぐ2分ぐらいですからすぐ煮えますけど、作っておいてもいいですよね。いいですね、はい、お夜食にネギがたっぷりだからちょっと風邪気味の時とかもいいですよ ね。パワーもついて、でもちゃんとお野菜も取れるという、はい、汁もちょっとかけましたね。はい、できました。でこれはねとても紅生姜があると美味しく感じるので、ちょっと紅生姜を添えますよ。はい、はい、いや美味しそうです。はい、はい、牛そぼろネギ丼出来上がりました。本当にあのそぼろがふわっとしてて美味しそうですね、はい、お手軽でしょ、簡単にできてしまいます。あの、まあ、ひき肉だから火通り早いし、だしもいらないし、はい、いいですね、はい、ではおさらいしましょう。ひき肉を炒めるときはヘラで広げて切るようにほぐしながらパラパラにします。調味料は合わせずに砂糖から順に加えると味がよく染みるということです。さあ2品目です。かぼちゃのそぼろあんかけです。はい、これかぼちゃの煮物に見えるでしょう、はいはい、実はかぼちゃは煮てないんですね、うん、あの電子レンジで加熱しただけなんですね。であんがかかってる、はい、あの味のついたそぼろあんをかけることで煮物のように楽しめます。それはいいですね、はい、これもすごく短時間でできるので忙しい時におすすめです。ありがたいです。じゃあ今度使うお肉というのは、はい、これはあの豚のひき肉を使いましょう。はい、でこれも炒めていきますが、今鍋がだいぶ熱くなっていてちょっと油をなじませるんですが、ちょっと熱々なので、はい、さっきのようにちょっと外しますね。あの温度重要ですね、はい、あまり熱いところに入れない、はい、これでひき肉を入れてほぐしましょう。お肉ちょっぴりなんですけども、あのこれでたっぷりお肉が入ってる感じになりますよ。でこれでねやっぱり潰しながらお肉をほろほろの状態にしましょうね。はい、ちょっとあの混ぜててくださいね。はい、ました。潰すような感じでほぐしていきますよ。はい、かぼちゃの準備をお願いします。はい、かぼちゃはあの買うと種付きになってますので、まず種を取りましょうね。種をスプーンでこんな風に綿のところも取ります。でこれをですね電子レンジにかけたいので耐熱の皿に入れて水をちょっとかけましょう。お水かけるんですか。はい、あの水があった方がしっとりと柔らかくなりやすいので、はい、お水を入れてラップをふわっとかけます。これで電子レンジに入れて柔らかくしましょう。はい、600W で、うん、600W だと4分ほどですけども、あの柔らかくなった方がいいので様子を見てくださいね。はい、はい、で4分かけたものが、はい、4分かけたものですね。はい、4分かけるとちょっとこうほら少し崩れかかってますけども十分柔らかいですね。でもちょっと心配なのでこんな風に竹串で、お家でもそうやってチェックされるといいですね。そうですね、柔らかくなってるか確かめて、あとあの切ってもいいんですけども、あのちょっと少し煮崩れ感を出すために、はい、フォークでこんな風に一口大に、このフォークで崩した方が辛みとか良くなる。なんかあのちょっと崩れたところもあると美味しいでしょ。はいはいはい、なるほど。でこんな風にほぐして、もうこれはお皿に盛ってしまいます。あ、もうそれでいいんですね。はい、なるほど、ちょっとこうホロホロっとしているところが、ね、逆にいいわけですね。はい、崩れた感じも美味しいので、でも綺麗にしたければ包丁で切ると結構綺麗な仕上がりになりますよ。どうですか。あ、もう十分ホロホロになった感じですね。火は、はい、ちょっと通った感じです、はい、そしたらここに出汁を入れていきましょうね。はい、はい、あの餡の出汁はあんまりたくさんいらなくて、これ2分の1カップなんですけども、はい、このぐらいで十分ですね。はい、そして砂糖と醤油を入れますよ。はい、出汁がカップ2分の1、砂糖と醤油はそれぞれ小さじ2です。はい、でこれで味がつきましたが、でこれを餡にします。はい、餡は、ね、結構こうムラなく作るのが実は難しくて、そうですよね。はい、で片栗粉を水で溶いておきますが、はい、あの直前にこんな風に沈殿しているのを混ぜますね。で混ぜた後に熱いところのグラグラに入れたところに入れると結構ダマになりやすいので、あのおすすめは1回これを火から外します。これも外しちゃう、はい、外しますね。はい、ちょっと外してそこに混ぜてから火にかけると失敗が少ないですよ。そうなんですか。であとこちらの方必ずよく混ぜていてくださいね。あ、食材の方、はい、混ぜているところに、
入れていきます。はい、片栗粉大さじ2分の1を水大さじ1で溶いたものです、はい、まだサラサラなんですけど、これを火にかけると、とろみがついてきますね。煮るときは一旦火から離して、そうですね、あまりグラグラ煮えてないところに入れた方が、はい、ダマになりにくいですね、うん、それからずっと混ぜてないとずっと混ぜてないといけない、はい、煮立つまでずっと混ぜてないといけないです。だからぬるいところに入れると混ぜてる時間が長くなっちゃうでしょ。そうですね、片栗粉を入れてから混ぜないといけないのでね。で煮立ってきますかね、はい、今日はね、あんかけなのでちょっととろみが強いんですよ。ドロッとした状態じゃないとこうなんか沈んでしまうので、テロンとなってしまう。で、こうやって煮立った時にちょっと様子を見て、ゆるいようだったらちょっと今ねちょっと控えめに入れてたんですけど、様子見ながら入れて、はい、足します。もう一回火から外しますね、はい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 、ちょっと足して調整します。どうでしょうね、はい、この硬さはねとても大事なので、はい、簡単な料理なんですけど、ここはちょっと気を使って仕上げましょうね。でも寒い日はあんのそうですね、お惣菜って嬉しいですよね。温かい感じがするし、そして口当たりも良くなりますよ ね、はい、そうですね、いい感じになりましたね。ちょっとこう鍋底が切れるぐらいの、あ、なるほど、はい、強いとろみですね。はい、はい、できました。あ、いいですね、はい、かぼちゃはこんな状態ですけども、はい、ここに上からかけましょうね。はい、もう本当に一緒に煮込むんじゃなくてこう別々ですよね。そうですね、このやり方はね、うん、いろいろな野菜で応用ができて、うん、例えば里芋とかじゃがいも、それから大根でもいいですよね、かぶとか柔らかく出汁で煮といてもいいし、まあ、レンジでかけてもいいの でこんな風にすると手軽でしょ。あ、そしてね、はい、もう煮物のように、食べた時はもう煮物になってますね。とろっとしたあんが絡むことで、はい、もう味が絡みますね。ひき肉も絡んでくれて、ひき肉ならではの美味しさですね。はい、わ、そして柚子も、はい、ちょうど時期なので柚子を、これはおろし生姜もとても合いますよ。いいですね、はい、いや彩りも綺麗です。はい、出来上がりました。かぼちゃのそぼろあんかけです。いや本当に別々で作って一緒に合わせただけで煮物のように、はい、タレを絡めながら、はい、あんを絡めながら食べると美味しいですね。そうですね、はい、ではおさらいしましょう。かぼちゃは電子レンジにかけるだけです。フォークで崩すのがポイントです。甘辛く煮た豚そぼろにとろみをつけてかぼちゃにかけると煮物のようになってしまいます。そして最後は柔らかつくね鍋です。はい、もう鍋が食べたい時期ですね、はいはい、だしと鶏のつくねを合わせるとすごく美味しいんですよ。旨味がアップするんですね。鶏つくねを柔らかく仕上げるコツもお伝えしますので、ぜひ味わっていただきたいです。いいですね、美味しそうですね。さあ、その柔らかいつくねですけども、はい、つくねのコツを教えていただきます、はい、鶏のひき肉ですね、はい、鶏のひき肉をですね、今回私はこんな風にポリ袋の中に量ります、うん、ポリ袋と、あとこうボールが、小さいボールが、はい、普通ポリ袋でこうよく揉んで混ぜる方がいるんですけど、結構混ぜにくいので、私はこんな風にボールにはめてるんですね。でここに塩ですね、はい、分量をご紹介しますと、鶏ひき肉 150g、でお塩が小さじ4分の1入って、はい、胡椒も少々、はい、それから生姜汁がちょっと入ります、はい、小さじ1の生姜汁です、はい、これを入れたらまずよく混ぜます、はい、こんな風に下でボールで受けてるととても混ぜやすいんですね。そうですね、はい、こう土台代わりと言いますかね。そうですね、でこの混ざっ味が混ざったらここにですね、はい、水を加えます。え、お水入れるんですか、はい、これが柔らかくするコツです。大さじ2とありますが、今はちょっとずつ入れてる感じですか、はい、一度に入れるとちょっとバラバラっとなってまとまりにくいので、粘りが出てきたら少しずつ入れます。これでもコツですね、一気に入れずに、ね、これ水を入れるとどんどん生地が柔らかくなるんです、だからすごくふわふわにしたかったらもう少し大さじ1杯ぐらい追加していただいてもいいぐらいですね。で、そうすると普通は団子に丸めるのが手だとベタベタになっちゃうでしょ、だけど後でこれで絞るので、それも秘策があるわけですね、柔らかくできるからですね。今4回ぐらいに分けてるでしょうかね。そうですね、少量ずつ加えていますよ。私もつくね鍋大好きですけど、はい、大体固くなるんですよ。固くなりますよね。つくねが固、はい、今水が入りましたけど、このまま作ってもこんなに生地柔らかいんですけど、これをねこのまま作ると固くなっちゃうんですよ。え、
煮た時に汁の方に水が出てちゃうので、うん、必ず加えていただきたいのが小麦粉です。大さじ1の小麦粉、はい、これが入ることによって水がとどまってくれるので、お水と小麦粉もセットで覚えておくといいですね。そうです、セットですね、両方入れないとダメです。この今ポイントが出てますけども、はい、水と小麦粉ちゃんと加えると、はい、そうすると柔らかつくねになります、はい、ね、できましたね。そしたらこのゴムベラを外してこんな風にして、まあ、作る時まで冷蔵庫に入れといてもいいですよね、はい、このままもう汚れ物ができなくてとっても ね、 ね、扱いが楽なんですね。さあお鍋いよいよですが、はいはい、鍋ですが、はい、今日はちょっと上品な味のだしを用意しました、うん、はい、これかつおだしなんですけど、この中に薄く味をつけます、はい、だしカップ4に塩ですね、はい、それとみりんと醤油、はい、醤油とみりんが小さじ1ずつ、はい、塩が小さじ2分の1です、はい、最初薄いんですけどだんだん煮詰まってきて味が濃くなりますよね。そうするとちょっとうどんのつゆのような美味しい味になりますね。あとこのつくねからも美味しさが出るわけですよね。つくねから味が重なってとても美味しいだしになります。はい、で今日はこれを絞り出していきたいので、これをこのポリ袋を絞り出し袋にするわけですね、はいはいはい、それでそうそう、こっちを、ね、まず縛って肉が出てこないようにこっち側から出てこないように縛ってしまって、はいはい、ってそれでこちらの方を角のねところを切ります、はい、でこの切り口の大きさで団子の大きさが決まりますの で、 そうです、ね、割合大きくて切り口が3センチぐらいになるように切ります。はい、だから小さい団子にしたいときは小さく切りますが、今日はちょっとコロッとした状態にしたいので切りましたね、はい、そしてここにおこうやってこのぐらいでしょうかね、一口大。あ、もうここで作れるの私ね。これで丸めたら、はいはい、これを手で絞ってもいいんですけど、ちょっと手が汚れないように箸で。なるほど、そうやって入れてっちゃえばいいんですね、はい、こうやって。すごい、手も汚れず。そうなんです、丸く可愛く。とても、しかもすごく柔らかい生地でもこの方法だと作ることができるんですね。柔らかいとちょっと手では大変でしょ。そうですよね、はい、こうやってちょっと楽しいでしょ。これね、お子さんと作ってもいいですよね。そうですね、はい、そして後始末も楽なんですよ。そうですね、ボールね、こうボールが汚れなくてすごく楽で、この方法私も愛用しています。こんな具合にね、はい、ちょっとやってみますか下からモニ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 って出して、はい、はい、いくぞいくぞ、はい、いくぞ、プツッと切って、あ、箸で挟むようにして切るといいです。ああもう一回やってみましょう。見てるとすごく簡単そうだ。説明が足りなかった。すみません、私の場合手でやった方が。こうやって絞ったら、はい、箸で切るような感じですね。ここまで絞ったら箸でここ、はい、挟んで押し出す。挟んで、え、いきましょう。箸を押し出す。はい、なるほど、はい、そんな感じ。ここじゃなくて、はい、ここの下の方で挟んで、そうそうです。はい、できます。コツが、はい、これはそうです、ね、2、3分煮ると、3、4分煮ると、はい、火が通ってくれますので、でしかも汁に美味しい味が出てくれますので、弱火で煮ていきましょう。はい、つくねからも美味しさが出るわけですね、はい、さあそして合わせる野菜ですけども、はい、なんか膜の少ないさっと煮える野菜を用意しました。はい、はい、今日は小松菜と水菜、うんで、ポイントは長さなんですよね。鍋の時はちょっと長い方が食べやすいので6センチぐらいに切ってください。はい、それから今日えのきだけもね、根元を切ってそのまま使うということですね、はいはい、さあこれを先ほどのつくねの鍋に、はい、入れて、まあ、野菜ですから、まあ、小松菜に3分でね火が通りますし、はいはい、すぐにできますね、はい、こんなように、ね、はい、柔らかつくねが出来上がります、はい、では材料をおさらいいたしましょう。柔らかつくねの種は材料を混ぜ合わせてから水を加えて小麦粉を混ぜ合わせるのがポイントです。ポリ袋で作るのがおすすめですよ。煮立てた煮汁に落とせば柔らかつくね鍋が出来上がります。はい、 いいですね。野菜がね、汁を吸ってとても美味しくて、はいはい、これ自体このままタレをかけないでもね美味しいので、まずスープを召し上がっていただきたいんですけども、いい香りがします。優しい香りがします、はい、ちょうどあっさりしたうどんのつゆのような、ね、味わいですね。いいですね、はい、どうぞ。はい、で今日
薬味もいろいろご用意いただいたんですね、はい、そうなんです。ちょっとあのシンプルな鍋なのでちょっと薬味がいろいろあると楽しいかなと思って、はい、これね買ってるんですけど、リンゴのすりおろしと醤油を混ぜたタレです。ちょっと大根おろしのように見えますよね、うん、あのリンゴの酸味がちょっとポン酢のようになりますね、はいはい、これはあのマヨネーズに柚子胡椒を加えているのでちょっと辛いです。いいですね、はい、そしてこれはあの市販のポン酢なんですが、はい、そこに粉山椒とネギのみじん切りを加えてちょっと大人の味にしてあります。はい、私は今日はその、はい、リンゴを組み合わせた、はい、おろしリンゴ醤油いただきます。大丈夫あ、おいしい。ふわふわ柔らかいですか、うん、ふわふわ、はい、でもこれ水と小麦粉のこう加えることでね、あのふわふわになるので、うん、1回覚えるととても便利です。おいしいですね。おいしいですか。あ、いいです。あのこのリンゴもなんか、はい、ほんのよく、あの大根だとちょっと強いなっていう時も、はい、ほんのりいいですね。なんかあっさりした感じになって、うんうん、ただねリンゴと醤油を混ぜるだけです。そうですね、はい、ちょっとバッチリ合いますね。で今日せっかくいろいろお作りいただいたの、はい、じゃあ牛そぼろ、はい、ネギ丼もいただきます。これももうね絶対美味しいですよね。うんうん、美味しい。味が絡みますよね、ひき肉だから、うんうん、すみません口に入れすぎました。ネギがたくさんでしたもんね。ネギとでも合いますね。そうですね、うんうん、はい、そして立て続けに、はい、かぼちゃもいただきます。かぼちゃもあるんですね。はい、かぼちゃも本当にあの煮込んだのとまた違う、はい、うん、でも味がもう染みてる感じがしますよね、うんうん、食べた感じで、いいですね、はい、ちゃんとかぼちゃの甘さがそのまままた感じられますね、うんうん、そうかもしれないですね、うん、素材の味が生きるかもしれないですね。全部お醤油味になっちゃうんじゃなくて、うんうん、ちゃんとかぼちゃの味とこのあんの味と、そうですね、いいですね、はい、ひき肉って本当使い方ですごく便利ですね。ちょっと入れるととても旨味が加わるので便利ですよ ね、はいはい、ね、経済的なだけじゃなくて、うん、本当にいろんな、そうですね、でこんな風に柔らかく作るとみんなあの柔らかいものが食べたい人は嬉しいですよ ね、 いや本当につくねもね本当にふわふわでね、でした、驚きました。さあ今日ご紹介いただきました料理なんですが、テキストの12月号に掲載されております。そして最後にご紹介した柔らかつくねの種、はい、こちらを使っていろんな他の料理も、はい、これはかぶに詰めて蒸し煮にしたんですけども、かぶ、はい、に味が染みておいしいです。あと焼くのも意外とおいしくて、あの椎茸に貼り付けてフライパンで焼いたり、いいですね、いろいろ楽しめます。皆さんお試しいただければと思います。あ、本当においしかったです。ありがとうございました。じゃあ渡辺先生の教えていただきました。どうもありがとうございました。皆さんも一歩踏み出してみませんか。 Eテレ月曜夜は始めようスマホ、超初心者を対象に使い方の基本と楽しみ方を紹介します。そして NHK の番組テキストも発売中。なんだこれは。国井さん、翔子さんと一緒に学んでいきましょう。 NHK テキストと番組合わせてご覧ください。クリスマスや忘年会などイベントの多い年末、手軽に作れるごちそうメニューはいかが。まずは牛肉料理に挑戦ね。今日は雅子さんをお呼びしてホームパーティー、いつもよりちょっと贅沢なごちそうよ。とし子がウェイター役を務めてくれるの。まあ牛肉の表面を焼いて刺身のように味わうたたき。